今月、清肥長与町で46歳無職の息子が75歳の母親を包丁で刺し殺したと通報し逮捕された事件で、長崎地検は今日、容疑者の鑑定留置を始めたと明らかにしました。無職の小西博美容疑者は3日午後7時ごろ、自宅で母幸子さんの胸などを包丁で複数回刺し殺害した疑いが持たれています。犯行直後、自ら親を殺しましたと110番通報し、駆けつけた警察官に殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。幸子さんの死亡後、警察は容疑を殺人に切り替え捜査しています。長崎地検は今日、小西容疑者は今日鑑定留置に入り、刑事責任能力を調べる精神鑑定を受けていると明らかにしました。期間は2ヶ月間の予定です。